どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にね、このちっちゃいウクレレでモリモリ音楽楽しめるようになるよということで、日々簡単レッスン動画公開しております。今日もモリモリレッスンしていきますよ。今日もブラックビューティーモデルとシンプル簡単バージョンではこの初めてウクレレ、このウクレレを使ってレッスンして後していきます。この初めてウクレレ Amazon でゲットできますからね。さあ、今日のレッスン課題曲はですね、まあ夏メロなんですけど、今聞くとですね、めちゃくちゃパワフルで思わず歌いたくなっちゃうこの曲いきます。ドーン、ベイブの I don't know。 この曲1987年の、リリースですからね。これはもうね、今聞いてみるとですね、もう元気もりもりでですね、未来をですね、こう夏の切り開いていこうみたいな、こうね、勇気とパワーと愛をね、こうみんなに与えてくれるということで、もう今一度この曲やりましょう。気持ちがいいですよ。2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはね、リズムがやっぱ加わって、この乗れる感じを表現していくのと、あとね、これちょっとね、こだわったバージョンとしてちょっとおまけなんですけど、最後ちょっとキーが上がるバージョンもちょっとご紹介したいと思います。深いですからね。2バージョン、いや 2.5 バージョンだな今日は。はい、ぜひとも最後までご覧になってください。さあ、皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、ね、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくる可能性あると思いますよ。はい、でホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではですね、レッスンの動画入っていきましょう。ベイブの I don't know。 まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ガズレレオリジナルアレンジでやってみる。 1,2,3,4 I don't know loneliness傷つくことを
I don't know ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってました。これね、めちゃ気持ちいいですよ。Loneliness 君の Loneliness なんだろう、このなんかキュンとくるんだけどちょっと元気にもなっちゃうこの感じ、味わってください。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンなんですけど、しかもこれテレビでねよく放映されてた方のバージョンです。これね、歌い出しがちょっとね、アルバムバージョンとテレビバージョンとちょっと違うみたいでですね、テレビバージョンの方を土台にしたガズレレオリジナルショートカットアレンジになっております。フルコーラスで私やってみたいなという方、コード進行一緒ですから2番の歌詞とか書き加えてオリジナルの楽譜いずれ作ってねやってみてください。まずはガズレレ簡単バージョンで全て網羅されてますんで、まずこれで練習していただきたいなというふうに思います。はい、ガズレレの動画にはですね、歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレ練習してもらって、1個目のゴール設定としては今やった簡単バージョンのガズさんと一緒に、できるようになったら素晴らしいと思います。1個目のゴール達成です。おめでとうございます。したらね、もしできるようになった方、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのは難しいでしょうから、まずは楽譜を見ながら練習をスタートしていただいて、何回も何回も練習しているうちにいずれは自分の体の中に覚え込ませて、大空に向かって、この春の空に向かって、これ声高らかに歌うというの気持ちがいいんですけど、まあどちらにせよ楽譜練習がいいと思います。楽譜ってでもどこにあるんだろうという感じだと思うんですけど、安心してください。今のガズの演奏は、はい、このガズが書いた手書きのノート楽譜を見ながらやっていきました。はい、これね、もうちょっとしたらですね、画面にこんな風に大きく映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよということで、シェアしようと思うんですけど、その前にこれをご紹介、ガズクラブです。これめちゃくちゃ便利なサービスでして、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたベイブのアイドルのを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開してるということで、毎朝7時半から365日とってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。 I don't know babe でございます。テレビバージョンを、アレンジした簡単ガズレレオリジナルアレンジバージョンショートカットです。見ていきましょう。まずこれイントロなんですけど、ここねタータタとか書いてある、これかっこいいバージョンだ。こっちは決めをやります。あとここにもコードがちょっと違うのを書いてあるじゃない、下の段に書いてあるコードがかっこいいバージョンでありますからね。でちょっとご注目がこれ見てください。こうやってやってきて、ここまで点心なんていないから、ここ見てください。1回目はここの感想をやります。で、もう一回ここ後で繰り返しが出てくるんですね。その後はこの丸2の方に行って、またサビ2へという流れになる。これ後でね、確認しながらちょっと説明していきますが、まずはこんな風に画面に大きく映しておくので、お時間ある方はこの通りにね、映していただくといいと思います。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズのノート楽譜そのものをデータとしてダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効でございましてですね、まずガズのノートの特徴、この歌詞の上に点とかこの V がついてるんですよ。これでリズムがわかります。1、2、3、4、I don't know.Loneliness、 Lonely の上に点があるでしょ。 Loneliness、 君の木の上に点がある。 Loneliness、 君の運、 Loneliness、 これ休符です。みんなでに伸ばしているところで V があるから、みんなで愛をって、こんな感じでリズムが分かるようになっていたり、歌詞カードの表記にはないこれ伸ばすっていうところが出てくるんで、ね、これがかなり参考になると思います。お時間ある方は一時停止で、メモ書きノートになどに書いて練習してみてください。はい、ここが今も言ったようにちょっとややこしいですね。まずは 1A まで、はい、そしたら 1A から 1B まで、
はい、ここもキメが入りますね、はい、かっこいいバージョンでかっこよくやっていきましょう。はい、そしてここサビの2ですね。歌詞がちょっと変わってきます。はい、でここにちょっとあと書いてあるんです。これ F メジャー7ってコードが変わるんです。ここになプラス1とか書いてあるんですよね、これね。これちょっとね、後でまあ解説するんですけど、ラストプラス1って書いてあるんですけど、これは後でちょっとからくりを説明して、今はあんまり気にしなくていいです。はい。サビ2をやって、で、本来はこっから2番が始まるんですけど、そこをちょっとショートカットバージョンにさせていただいて、2番の B メロです。泣きたいくらい恋したい、ここをやりましょう。そしてこうやってやって、またここ行って、サビ1に戻ります。はい。ここサビ1行くんですね。サビに1に行ったら、ほら、ここでしょ、サビ1行って、2回目にここに来るから、今度は感想としてここで、I don't know, I don't know って、もう一回サビ2に行って終わるんですけど、ここで本来ですね、転調といってキーが変わるんですね。で、ここをですね、これからちょっと後半のバージョンでは、解説していこうと思うんですけど、まずはこんな感じの構成だぞということをご確認ください、ということです。じゃあちょっと出てくるコードの解説なんですけど、今日ちょっとね、ギリギリになっちゃったんですけど、この赤く囲ってる2つのコードはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、まず隠しておいて、ちょっと文字だけになってますけど、ちょっと読んでいきます。C と A マイナー、F と D マイナー、G7、E7、E マイナー7ということで、1,2,3,4,5,6,7 個のコードで今シンプル簡単バージョン、演奏することができました。今映ってるこのアルファベットだけのこの7個のコードはガズレレではね、安心の入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このウクレレ音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ、10個もあんのと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単だけど、いっぺんにドーンと10個ね覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかもだいたいごちゃごちゃになっちゃうね。私が皆さん初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますね。コード10個覚えちゃってください。はい、それではですね、かっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、ちょっとその前にやっぱりこの歌の持つねこのエネルギーというかパワー、ぜひですね YouTube でねベイブさんのテレビに出た時のパフォーマンスとかいっぱい出てるんで、あの元気はつらつ感っていうのは今なかなかなんつうの、お目にかからない感じかなと思うので、もうものすごい一生懸命ダンスして歌ってるんですよ、あの二人がね。あれを見るとなんかね、すごくこう、頑張ろうみたいな感じにみんな、共感するんじゃないかなと思います。まあ、あの雰囲気をね、やっぱりこう再現していくのがいいんじゃないかなと思います。はい、じっくり聞き込んで歌詞も読んでね、取り組んでいきましょう。じゃあ、かっこいいバージョン解説、ここから入っていきます。かっこいいバージョンはコード2つ追加。1個 C サスポー。これ簡単です。C 押さえといて、この2弦の1フレット、これを足すと C サス4、離すと C と、これ簡単ですね。感想とかで入ってきます、ということです。で、かっこいいバージョンではこのコード、サビで出てきます。F メジャー7、これがいい響きなんですよ。押さえる場所は3弦と4弦の5フレットです。こうやって押さえてるのをガズレレおすすめしています。めっちゃいい響き。これガズレレでもよく登場するんですけどね、この5フレットのまでの距離が結構あるんで、これ人差し指いつも言ってますけど、浮かしといた方がいいと思います。この曲で言うと、ロリレス、君のロリレス、みんなにここ Em7 に飛ぶんですけど、この5フレットの距離が結構あるんで、この人差し指がね、ちょっとこっちに先行するだけですごくね、有効なんで、まあまあ今から覚える人はこれおすすめですけど、まあもちろんどの指でも一応コードが鳴ってれば大丈夫ですね。F メジャー7のこの響き、気持ちよく感じながら使っていきましょうということです。はい。で、今日のリズムなんですけど、今日のリズムはですね、もう気持ちがいいぐらいにシンプル。はい、これ。8ビートのチャ、これでいこうと思います。この8ビートのチャガズレレでもやっぱり一番多いリズムかな。なんかこういうノリのいい曲にはもうこれ定番で、もうモリモリ元気モリモリの曲はこの8ビートのチャ多いんですけど、はい、これでいきましょう。この弾き方解説は概要欄に貼っておきます。ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚に濃厚解説動画がもう貼り付けてあって、そこの動画を見ながらもうやってもらうとね、もうすぐできると思いますが、まず基本は8ビートができるようになってから8ビートのチャ、これ初心者の方の順番になってますけど、どういうリズムかというとこうやってこういう感じです。で、もう3、はい、はい、このベイブの曲、原曲を聞くとちょっと16ビートの要素もあるんですけど、まああえてウクレレでね、この8ビートでノリ重視でかっこよくノリよくやっていきましょう。8ビートのちゃ気持ちがいいですから、はい、このビート感ずっとこれ、今回はやっぱね、リズムキープがやっぱりて大事かなと思いますね。淡々と進んでいく、そんな感じを表現していきたいと思います。さあ、あとね、いろんなキメが入ってくるんですけど、この矢印マーク、シンコペーションマークとちょっとキメがあるんですごい大事なところ、ちょっとこれからどんどん紹介していきます。まずイントロからいきなりなんですけど、ちょっとイントロやってみますね。 1,2,3,4 I don't know、 今わかった、ダーチャッタチャッタダーン、ちょっとリズムが前にドンと食い込んでるんですね。この矢印マーク、これシンコペーションとってリズムが前にズコンと食い込んでくるよってことを、あのガズレロジナル表記でこう矢印で表してるんですけど、よく聞いててください。ダーンチャッタダーン
ダンダダンダダダーンアップでなんか伸ばす感じ。ダダンアイドンの、はい、この決めがですね、サビの前毎回入ってくるんでね、このジャンジャチャンジャダダン覚えておいてください。でそこからサビに入っていくんですけど、 F メジャー7これいきなり出てきますからね、最初からやってみると、せーの3はい、I don't know loneliness, give me、 こんな感じで5フレットまで距離ありますから気をつけてパッとこう狙っていき、私はここにたどり着くんだって覚えて、なんつうイメージして決意しとくとピッと結構いけますんで、 F メジャー7使っていってください。あとはシンプルに8ビートのチャートずっとこうやっていくんですけど、どんどんその流れで解説していくと、 A メロも B メロもほんとシンプルにこれを繰り返します。 B メロもそうで、で B メロの最後のところでさっきイントロで出てきたキメが入ってまたサビに行きます。そのぐらいシンプルですね。ちょっと B メロの最後の方からサビ行ってみましょうか。誰もなしじゃ買えないさ、ここですダダン I don't know loneliness、 はい、ここでサビに2に入っていきます。サビの2に入っていってからも、コード進行は変わらず8ビートのチャでこう疾走感満載のやつに行って、でサビが2に終わった後に、感想をちょっとガズレロジナの感想を入れたんですけど、ここでこのツタタタタタっていうのがあります。ここだけやってみましょうか。今感想です。ワン、ツー、スリー、G7 行って、ここをチャッパ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 ッ、はい、ここで今のツタタタってよくガズレで出てきますね。最初に一回チャッと弾いといて、ダダダ全部オープンで弾くってやつですね。 G7 からツタタタタタタ、はい、これを一回なんか間に一回差し込んでから、2番の B メロ泣きたいくらいに入っていきましょう。で泣きたいくらいが終わってから後もダダーをやって、またアイドのロンリネスってサビになります。でまたこのサビ戻ってきた後にですね、ちょっとねこの曲ならではの特徴があって、ちょっとやってみますね。ロンリネス、君のロンリネス、みんなに愛を配る天使なんていないか。ここで止まる。I don't know、 もう一回。I don't know ロンリネス、君と。こんな感じでちょっと切り替えたいと思うんですけど、今ね、ここは本当はここで、転調といって、一個キーがドンと上がるんですね。で、これをですね、今日最後にちょっとだけ、ご案内しようと思うんですけど、まず、通常のかっこいいバージョンとしては、これ、転調なしのバージョンで気持ちよくやりましょう。やっぱこれ疾走感、やっぱこのノリをね、まず大事にしたいんで、転調なしのガズレレ、簡単アレンジバージョンで、最後のサビ2問やって終わっていこうと思うんですけれども、ちょっとね、こだわりたい方、ここやっぱキーがね、ちょっと上がるのがすごく気持ちいいんです。ちょっと聞いててくださいね。ロリネス、君のロリネス、みんなに愛を配る天使、なんて、いないから熱いですよ。止まる。ここの、I don't know ロリネス、君。転調ってこういうことなんで、なんかパッとこう世界が変わって開けたでしょ。これを転調と言います。この転調のやり方についてはですね、ちょっとこの後紹介しようかな。まだちょっとこの、まずはね、この後に、かっこいいバージョンを公開します。で、かっこいいバージョンのデモ演奏終わった後に、この転調するところだけをもうちょっと深掘り解説するんで、まず、この後、かっこいいバージョン、やっていきましょう。8ビートの疾走感と、この元気もりもりな感じを忘れてはいけません。歌詞の、ちょっとこの恋心がこう燃えている感じ、ぜひ掴みながら、全開で歌っていきましょう。ガズレレ流、かっこいいバージョン、ベイブの I don't know、やってみる !1、2、3、4。I don't know loneliness, 君の loneliness、 みんなに愛を配る天使なんていないから、バランされた夢の眩しさに君は迷う、深い街のショーウィンドウ
ブのアイドルのガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いや、いいですね、これ。今この時代に歌うともうめちゃ逆に新鮮で気持ちが良くて、ナイスです。ナイスです。さあ。で、こっからね、さっきも言ったんですけど、最後のちょっと転調するところの、やり方をちょっと紹介しようと思うんですけど、これは以前ですね、指カポという動画、この指カポという動画で解説してるんですけど、いいですか？例えば、この白い、今ここありますね。C ってこういう風に普通に押さえるじゃないですか。C ってつまりこうやって人差し指で押さえてるっていうイメージするんですよね。そうすると、この白いのが一個こっちに来たぞっていうこう、半音上がるんですよ、転調が。そうすると、ここ押さえといて C だから、ここになりますよね。一個上がった C って。わかる？言ってること。はい。F もこれ押さえたまま F を押さえるわけですよ。F も。で、G7 もこうだし、Dm もこうなんです。はい。この指一本、ここはずっと固定したまま C とか、F とか G7 とか Dm と押さえていくわけです。これを指カポというふうにガズレレでは命名してるんですけど、転調をこれで表現してます。この指カポの動画すごくこれ分かりやすいことになってるんで、概要欄に貼っとくんで、ちょっと慣れてきたらこれ最後にね、指カポ転調バージョンちょっと皆さん挑戦してみてください。ただし、この指 E フレットにおいて Em7 とかなかなかね、力いりますからね、こうグッと力込めて、ここにスペースがないとダメですよ。まあ、制覇バレーですからね。はい。これの動画を参考にして、ちょっとね、最後の転調するとこだけの、サビの転調バージョン、ガズレレ流かっこいいバージョンプラスワンやってみようと思います。ちょっとこれね、なかなか気持ちがいいんで、ぜひご覧ください。どうぞ。 1,2,3 I don't know loneliness、 君の loneliness、 みんなに I walk back to 天使、 待っていないから。 I don't knowI don't know loneliness、 君の loneliness、 どうしちゃぷり雨の pure love、 凍えながら掴むのよ。 せーの、やってみました。ベイブのアイドンノーの最後の転調かっちょいいよバージョン。でもちょっと抑えるの難しいぜバージョンでございましたけど。はい。こだわるとこの辺もね、なかなか最後。でもちょっとだからね、ちょっと挑戦はしてみるの面白いかもしれません。楽しんでレッスンしていってください。さあ皆さん、お知らせなんですけど、今週末、いよいよ18、19と博多で G ラボウクレレのですね、ポップアップショップ、これがオープンします。ガズの参考はないんですけど、いつもガズがね、YouTube チャンネルで使ってるガズの分身とも言える、ガズモデル、本当に使ってるガズモデル展示思想もできるようになってます。あとね、他にもいろいろねコンテンツ盛りだくさんな、博多のポップアップショップ、ぜひね、博多のご近所の方、いや遠い方もですね、今週末18、19日博多駅前のアミュプラザやりますんで、ぜひチェックしておいてください。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす。5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんですよ。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器屋さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもでガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。